豆腐だけじゃない。まずはあの椎茸とか葉物とか。だしになるんだから。そうでしょ。私の下の息子の旬です。ああどうも。ああどうも。カラキとカマちゃん。実はあの道の駅で食べてる仲間。多分ここの端っこ2つ座ったらいいと思う。うん。もんちゃん一番端っこ座ってるし。もんちゃんの横はあの、とりあえず決まってるし。じっちゃん多分ここ。うん、あ、マスターここでいい。マスター、あ、入ってへんかった。マスター、マッハのマスターでーす。うん、あのツイキャスで流れてるはず。フェイスブックの方にも流れてるはず。はい、流れてへんかったら見て。こんばんは。うちの班、誰も木村先生しかおれへんがや。マッサージは毎年恒例で、エイプリルフール、の第1土曜日、俺今日歯医者終わって、お昼は行って。
揃ってる中、ここのテーブル2人しかおれへん。いいっすよ、それは。もうそれはね。うん、キャンセル。
これママお手製レンコンチップ。飲んだわ。レンコンチップ。飲んだ。ああやってやったと思って。おお、十分ね。お手製ないよ。まだ置いてきない。え、なんかまだ持てない。今回の突き出し、この卵の、これ、とじたあるの、あの、ダチョウさんの卵です。あ、そうなの？うん。雑炊に使うには多すぎるって。悪いよ、ただ見たから。またそんなやつでも悪者にしてほしい。やらしいな。骨張ってます。大丈夫？うん、生きてる、生きてる。上に来てるから。年末にお互いやってる。FE やん。FE やん。FE のことがあるから。もう80。時々79キロなんで。お前だ。ここでね、じゃあ鍋奉行任せた。鍋奉行任せた。あれ？でもそれも。おんちゃん。あ、おんちゃん。おんちゃん。おんちゃん。ほら、近鉄の前行った時に突然おってびっくりした。近鉄これやったら、あの近鉄やったら、うん、あの、あれやったら北海道のあの時にね、お世話おって、お、おるわやったら、あれしなレンコンチップレンコンチップお前にはこれ好きだから目をプリンコの見たとこよ嬉しいよ、ママさんどうやらせやろ、なんか。自分小学園も、YouTube なったでね、何やろって思ってたのって、ここで。あ、うそ。あとはもう、のじいちゃんに任した。いただきましょうか、皆さん。これ、微妙があるでしょ。何が、あー、すぐ持ってるわ。あ、すぐ持ってるわ。これ、ダチョウの卵です。何が出るかな、ダチョウ。何の分で？あの、あの夜中に走ってくれるやつ。一気に死人だろやつ。あれや、リーダーが来たかい。なんか何回かやってきとるやろ。全部周りのやつと、一回目となんか、絵はがきの写真撮りに行きよる。一回目行きよると。半出しでリーダーが待ってたっていう感じ。いやいやいやあれが出た。すごいなあれ、ほんまに。詳しく分かる人は詳しく分かるけど、分からへん人は分からへんから。先生、無駄アートの情報で、あれやな。何個の先生の息子？何個の先生の息子？お茶色と牛乳入れてください。